みんな見て見て、プリントしてみたの。そうだ、お店に飾っちゃおうよ。43歳で渡世、15年間総料理長を務めたスペインのレストランは、両親の交通事故で残された俺を引き取り、ばあさんだったら帰国後レストランを出すこともできたろ。そんなことない、ハヤト君はおばあちゃんの邪魔なんてしてない。三つ星レストランのシェフなら出資者はいただろう。そうなったら俺はこの広い家でいつもたった一人。そうなればさすがに俺だって気づく。ばあさんがスペインで開こうとしていた店、アネーロってのはスペイン語で憧れって意味だ。そんなとこだろ、ばあさんがシェフを辞めた理由ってのは。だから付き合った相手とは結婚するくらいの覚悟なのか。は、何を急に。結婚でもしない限り。私一度だけ聞いてみたの。私はね、そんなことどうでもいいと思えるくらい本当に可愛くて仕方がないんだよ。ハヤト君よ、あなたはおばあちゃんにとっての生きがいだったの。あと何回あんたとこうして桜を見られるんだろうね。ハヤトが連れてきた嫁をいびり倒すまで死んでやらないよ。ああ、そうだな、俺はここでばあさんから。そうか。ただいま、帰ったよ。これって。まったく、この暑いのに騒がしいな。お前が中学で赤点取らずに済んでるのは誰のおかげだ。だって面影あるもん。うわ、若い。ねえ、この頃ってママはただのバイトだったんだよね。昔のことすぎて忘れたよ。うむ、なれども波たかし。なんでせっかくの定休日にピクニック。付き合った相手と結婚するとか、両思いでも付き合えないとか。もうおばあちゃんの過去を秘密にする必要もないし、それでもし私がお嫁さんになれたら、ハヤト君を好きな人。そうだよ、私ハヤト君のこと好きなの。お料理の次は子供作ろっか。アホか。